出した。さあ圧倒的人数が有利です。相模原、久保シュート決まった。追加点は相模原。後半の23分、またしても久保雄一のゴールです。一気に今日2ゴールの久保です。今シーズン3点目。この岩田のプレーの前のプレー、2人に粘られて挟まれてもしっかりと粘ってドリブル、前を向いたところからゴールが生まれました。最後は久保が左足で流し込んでの今日2点目のゴール。